こちら盛岡競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ前に行くのはどの馬か。サンライズキング前に行きそうです。続いてアルキー、並んで5番アタノアドニス、エアステディ、この馬もこのグループ、ミュージックバード、そのうちに続いています。並んで9番北サンファンシー、リンドサイレンス、そのうちに続いています。その外にシンフォニーレーブ、さあ先頭はまだ4番サンライズキング。ここで先頭が入れ替わりました。アルキー、サンライズキング、2番手に控えました。アタノアドニス3番手、さあアルキー逃げ切れるか。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アルキー先頭、後続大きくちぎれました。2番手はアタノアドニス、後続は大きく離れました。2番手はケアレスメーカー、アルキー独走、アルキーぶっちぎりです。アルキー1着、2着はケアレスメーカー、勝ったのはアルキー。